赤面症カウンセラーの竹子と中村竹志と申します。えー、赤面症にね、えー、悩んだり苦しんでいる方、えー、非常に多いんですけれども、じゃあなぜ、えー、私たちはね、赤面症になってしまうのか。なぜ赤面症になってしまう方と、えー、何もね、気にせずに過ごせる方がいるのか。ということについてね、えー、簡単にお伝えしたいと思います。で、赤面症の原因、えー、たった一つだけね、 え、上げてくださいと言うと、それは何かというと、自信のね、欠落なんですよね。自信の欠落。じゃあ、何に対しての自信が欠落しているのかというと、えー、これはね、大きく分けると2つあります。まず1つ目は何かというと、自分自身に対する自信が欠落しているということですよね。 で、逆を言えば、えー、どんなところに行っても、誰と会ってもね、何が起きても、別にね、えー、自分は何とか対応できるし、自分は大丈夫ですっていうふうに、自分という存在に対して、自信とか誇りがね、あるんであれば、ね、人前に出たり、何かね、えー、目上の人の前に出ても、別にね、えー、さほど緊張することもないし、えー、緊張することもないということは、責面することもないということですよね。 でも、えー、自分に自信がないと「いやーこの場面で自分ちゃんと話せるかな」とか「なんか変な,変な目で思われたらどうしよう」とかね「なんかバカにされたらどうしよう失敗したらどうしよう」みたいなやはり自分自身に対する自信が失われているとより緊張にも結びつきやすいということなんですよね。じゃあなぜね自分自身に対する自信がなくなるのかというと。やははりこれは 過去のね、何らかの出来事というのが非常にね、キーポイントになります。例えば、えー、ちっちゃい頃からね、えー、お前は何でもできるね、すごいね、素晴らしいね、スーパーマンのようだね、みたいに、風に育てられて、ね、友達からもそういう風に見られたら、おそらくね、なんか自信満々な自分になってそうですよね。でも、えー、例えば、親が非常に、え、厳しいとか、えー、親がなんか非常にね、世間体を気にするとかね、 えどこでどうね見られてるかわかんないからあんたも常にね人の目を意識してきちんとしなさいよみたいなねそれがあまりにも行き過ぎちゃうと常にね周りの目を気にしちゃうようなえ自分になってしまうとかあるいは「お前はダメだなグズだなバカだなちょんだな」っていうふうにね言われ続けてし,しまうとやはりねああそうか自分でダメなんだああ自分はできない人間なんだみたいに。 あの、自分に対するイメージですよね。セルフイメージと言うんですけれども、そのセルフイメージが低下してしまう。で、ということは、えー、自信の欠落にもね、つながるということなんですね。あともう一つの自信ですね。それは、えー、場面とか状況に対する自信ですよね。例えば過去に、えー、人前で発表するようなところで、えー、なんかね、言うことを忘れちゃって真っ白になっちゃって、何も言えなくなっちゃった。 あるいは、えー、一生懸命話してたんだけどそれをね、えー、人にバカにされたり、えー、なんか低い評価されたりねからかわれたりそうするとあそっか自分は人前で話すこと人前に出ることが苦手なんだ一番人前に出ると失敗するんだということでその場所とかね場面に対する苦手意識が生まれてしまうんですよねなのでふ、まあ、普段お友達とか親しいね えー、人たちと過ご,すの過ごす場面では大丈夫なんだけど何が人前に立たされられるとその人前という場面に対して苦手意識があり自信が、えー、欠落してしまっているのでより緊張しやすくなってそしてそれが赤面という形でね、えー、表に現れてしまうということなんですね。 なので、まずね、えー、自分はね、赤面症、赤面恐怖症だなって思ってる方は、じゃあ自分の自信とか、その場面状況に対して、自信がね、えー、なくなってしまった。うん。自信が足りなくなってしまったのは、過去のね、えー、どんな場面とか出来事になんかね、えー、きっかけとか、えー、原因があるだろうなっていうふうに、ちょっとね、えー、自分の過去を探ってみるというのも、 今後ね、歩んでいく、赤面症克服へのね、第一歩にもつながりますので、ぜひね、えー、そのあたりをね、自分でもう一度、えー、自分自身をね、こう見つめ直してみてください。はい。ということで今日はね、えー、赤面症の原因についてお話ししました。ありがとうございます。